皆さんこんにちは。今日もバニッシュズ CC やっていきたいと思います。前回ですね、こちら牛さんを買って、ミルクですね、こっちもあるかな、ミルクを取ってこちらの方で、チーズとかに変えていく作業をしました。バター、クリーム、そしてチーズですね。クリームちょっと何に使うかわからないので多分まだ余ってると思いますが、バターの方は、そして上の方ですね、こちらの方で、パンに変えています。隣の方はチーズを使ってチーズブレッド、ここではシュガークッキーですね、サトウキビを取ってこちらで砂糖を作ってるので、サトウキビから砂糖の隣に移してシュガークッキーを作っています。あとですね、ここに搾乳場ですね、作りましたので、こちらの方でしっかりとミルクを取ってる感じですね。去年は560取れてますね。こっちの方も、600取れてるって感じです。で、こちらの隣も、まあちょっと立てるのが遅かったんでね、昨年の方は少ないですが、ミルクを3箇所で取る感じになっています。で、今のところはですね、66年の夏も秋になるかな。それで人口の方はですね、だいたい360人ぐらいですかね。なので今日は食料を少し、解決しつつ、人口の方を増やしていきたいと思います。で、今基本的に建ててるのはこの2階建ての家なんですが、まあ、今後ですね、高級住宅とかも建てれるようになるのかなと思いますので、しっかり建てていこうと思います。大人がですね、ちょっと建てなかったらいろいろと減ってきてしまいましたので、しっかりとしていきたいと思います。あと、牛さんが45頭ですね、に近づいたらお肉にするところも作っていこうと思います。それではですね、どうしようかな。下の方ですね、ここの下まだいっぱい空いてますので、ちょっと何か挟みながら、家の方をしっかり建てていきたいと思います。70年目の秋が終わりそうなところですね。こちらの方に市場を作って、その周りに2階建ての家を建ててみました。で、火事になると困るので、こちらの方には井戸を4箇所一応設置しています。それで、この給水塔がよくわからないんですけど、一応つけてみました。どういう効果があるのかがちょっとわからないので、まあ作っていって、今後なんか必要であれば、まあ活躍してもらおうと します。で、もう一個ですね、羊の肉が大量にあるので、こちらで缶詰の方を作るようになりました。で、こちらに必要なものも、そのまま橋を渡って流れるようにしてありますので、ここで羊の肉の缶詰、多分栄養価が高いと書いてあったので、こちらのですね、住民の平均健康に関わるのかなと思います。で、牛さんの方は45で、あ、もうそろそろお肉取らないとダメな感じですかね。牛肉取ってますが、ミルク、あ、ミルクめちゃくちゃ取れるようになりましたね。これで多分食料品もさほど3万から減ってないので、今のところ食料品とかがトントンなのかなと思います。どこだ？タウンホールで見てみましょう。生産状況のところ。食料品が5万3000ぐらい消費に対して、生産の方は5万5000と若干上回ってますね。そしてここ、今ですね、洋服屋さんの方は新しいやつにアップグレードしましたので、こちらの方でスーツ作っていこうと思います。で、人口の方が、どれぐらいだ？450か60あたりですかね。さっきほどよりも100人ぐらい増えましたので、食べ物の方を先に増やしつつ、もうちょっとですね、人口の方を増加させていきたいと思います。まあ、こっちとか土地がめちゃくちゃ余ってますからね。まだまだ作れますので、いろいろ作っていこうと思います。73年目の春になりました。人口の方が約500人に増えましたね。で、それに伴いですね、こちらにも牛肉の缶詰工場を作ったり、あと、ミルクが大量に余ってたので、もうちょっとミルクして作る製品ですね。酪農場を2つばかし作ってみました。これで、バターとチーズとかの生産が量が多くなります。
であとですね、在庫を見ていたらブドウもかなり余ってましたので、こちらワイナリーを、もう2つ作って、処分しています。で倉庫の方をたまに見ていないと、なんかめちゃくちゃサトウキビ今やばいぐらい増えてますよね。これ多分、砂糖にしきれてないと思うので、こういうのを消費していかないとかなり、倉庫を圧迫することになっています。まあ、粉の方もちょっと処分できてませんので、しっかりとですね処分していきたいと思います。あと羊毛と羽毛もいっぱいですね。こういうのをちょっと倉庫を見ながらちょっとずつ、消化していきたいと思います。逆に言うとガラスの容器とか、こういうやつが少ないのが分かりますね。ハーブもありますし、ランプ油もだいぶ増えましたね。レンガの方がかなり少ないというのも分かりますので、足りないものは補って、いっぱいのものは生産をちょっとずつ抑えるようにしていきたいと思います。こちらはアジアか。あとは何が足りないかな。特にはこのままいけば問題はないのかなと思いますので、とりあえず人口を増やしていくのと、食料ですね。ちょっと食料の方が減ってきたな。そこら辺をなんとか改善しながら、1000人を目指していきたいと思います。さあ、どうだ？食料とかの材、見てみましょう。6万2000ですね。まあ、トントンといえばトントンなんですが、若干足りないかな。ああ、でも、時期によるんですかね。まあ、パンがもうちょっとパン屋さん作って、粉と一緒にですね、使えば、まだまだ食料の方は増産できると思いますので、そんな感じで進めていこうと思います。それではですね、今日はこれぐらいで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。